夏場。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたら、おやすみなさい。夏芝です。今回も FIFA23 やっていきたいと思います。まずはじめに、こちらのチャンネルでは、サッカーゲームの実況動画を中心に動画投稿を行っております。毎週金曜日に二次待機の配信など、11時頃から YouTube にてやっておりますので、よろしければ遊びに来てください。ということで、今回、ルールブレイカーの方のね、パック開封していきたいんですけれども、Team2 が来ているということで、ティアゴ・アルカンタラ。ペースが85ということでね、今回来てるんですけれども、ノーマルが61なんだよね。ここまで足の速いティアゴ・アルカンタラ選手来ないんじゃないかなと思いますので、なんとしてでもね、このチャンス手に入れたいところでございます。あとは TOTW も今週ね、もうドチャドチャ効果なんで、ネイマール CM 来てるってことでね、もうえぐいよねこれ。あとは個人的にゴメス選手も来てくれたら嬉しいなと思います。シティ戦でね、活躍してたゴメス選手が来てるということで、このあたりの当たり選手当たってくれたら嬉しいなというところ。今回はね、一攫千金ということで、TOTW 確約パックも回すんですけど、そのパック以外全部トレッカにしてみました。だからもう当たり選手が来てくれたら、問答無用で大喜びですわ。たとえ被っても市場価値が高かったらもう超当たりって感じで、まあ願いとしては10万コインキャッシュバックぐらいあれば嬉しいなというところで、ございます。でですね、スカッと見てほしいんですが、RTTK のエデゴア選手をね、取りました。市場で。86から87に上がったら市場がね、上がっちゃったんだけど、それでもね、ノーマルエデゴア強いということで、ちょっとこれは RTTK 欲しいなって感じで、11万6000円で獲得しました。なのでね、私の今のコイン数が9万コインになってるんですが、ここがね、今回の一攫千金パックで、コイン増えてくれたら嬉しいなと思います。それではちょっと前置きが長くなっちゃったんですけれども、1回目引いていきたいと思います。ティアゴ来い、ネイマール来い、ゴメス来いということで、こちらのスマイルプライムゴールド選手パック引いていきたいと思います。ゴールド選手6人でレア3人ということで、頼むよ、レア選手の中にウォークアウト入っててくれ。ドン、オッケー、スポットライトくん元気だね、今日も。CD83CDM、トッテナムの小指輪選手ですね。まあ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 というところかな。フェルナンドめちゃめちゃ来るね。ありがとうございます。ただ、今回引くのほぼほぼトレカなんで、もう全部遺跡リストに送れるという、ここのストレスのなさ、最高ですね。はい、ありがとうございます。それでは2回目、ジャンボプレミアムゴールドパックトレカですね。引いていきたいと思います。選手正面編、レア7個を含むゴールドアイテム24個入りジャンボのパック、せーの、ドン！頼むよー、イベント1回ぐらい、1回ぐらい、動画だからね。おい、オッケー、スポットライトくんはお休みでした。ペーペー、ありがとうございます。ミーレ時代にもよく来てくれていたペーペーですね。はい、次行きましょう。そんでは2回目、ザンバプレミアムゴールドパック、こちら2個目を引いていきたいと思います。先ほどと一緒のパックです。それか、せーの、ドン、来てくれ、頼むよ頼むよ、ルールブレイカー。とっての率多いの、なんか、ベンタンクール。ありがとうございまーす。まあ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 、でもいい流れかな？ちょっとプレミアということで。うん、無理やり感あるけど、お願いしますよと。続きまして、こちらでございます。プライムエレクトルム選手パック、引いていきます。こちらもトレッカね。選手12名、レア6個いる。OVR80 以上のレア選手1名確定。80確ですね。いきますよ。ノッツオン！歩け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 ！頼む！お！スポットライト、来たよ。イタリア、CD、おぉ、ボヌッチ。ボヌッチかなーと思ったらボヌッチだった。ありがとうございます。まあ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 、いい選手なんですけどね。あ、TOTW 選手。TOTW 選手は誰が来てくれてもね、コイン高めなので嬉しいですね。ありがとうございます。まさかのボヌッチの裏に隠れていた。ありがとうございます。まあまあ、いいんじゃない？でもここに来てちょっとユベントス行っちゃったなー。セリア行っちゃったなー。ちょっとここでプレミアに流れを戻していきたいところ、お願いします。こちらプラメルクム選手パック、さっきと同じの2個目引いていきたいと思います。80以上ちょっとまだ歩いてくれてないからね、頼むよ。せーの、とスポットライト君率はね高いんですけどね、今日はちょっとちゃんと来てるっぽい。オッケー、来たよ。からの、これ国どこだ、ゴールキーパー、うわあ、あー、国どこだとか言っちゃった。あー、国どこだとか言っちゃったよ。何回も見てるはずなのに。ハンドノビッチ、もう安定だよね。ハンドノビッチ来るねー。
もうなんか使おうかな、逆に。はい、ありがとうございます。続きましてこちらでございます。レアミックス選手パック12名のすべてレアで81以上確定です。頼むよ。頼むよ。いきます。せーのと、ハンダのビッチはもう大丈夫よ。今日の動画ではもう大丈夫よ。ケアスポットライト、イングランド COP。うわー、ストーンズ。ストーンズもねー、結構来てくれるのよねー。まあまあ、でかいんだけどね、嬉しい。SBC 用にとしてはかなり嬉しいんですが。おー、ムシアラ !TOTW ムシアラめちゃくちゃ強いでございます。ありがとうございます。これは地味に嬉しいやつだな。はい、次次。どんどん SBC 要因ガチャになってますが、ここで見せていきましょうと、こちらプレミアゴルチ選手パック引いていきたいと思います。ゴルチ選手12名あれば参考より、オーベル80以上いきますですよ。せーの、ドン !80 以上頼むよ頼む、スポットライトはまず上がると、花、うわっ来た、うわっ、いやーマジかベルギー ST インテルルカク、いや嬉しい。これは私ね、サラーの次に好きな選手が実はルカク選手でね、いや嬉しくないですかこれは。うわ実はね、FIFA22 ではルカクにかなりお世話になってまして、もうロナウド枠ぐらい使ってたかな。だからちょっとなんか個人的に感慨深いです。嬉しい、ありがとうございます。まあ、今作も強いのかな、強いのちょっと使ってみたいですね。ありがとうございます。嬉しいね、これは。よかった、歩いてくれてよかったよかった。いやまあベルギー ST って来たらもう期待しちゃうよね。続きましてこちらでございます。レアエレクトム選手パック、さっき80以上格だったんだけど、こちら82以上確定ということで、来てほしいですね。もう一回ウォークアウトお願いします。せーの、ティアゴイベント来てくれ、頼む、イベント来てくれ。おー、イベント来た、イベント来た、誰、待って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 、ちょっと待って、ヒーローさん、ちょっと待って、待って、違う、イベントとかじゃない、イベントとかいうレベルじゃない、待って、ちょっと待って、オーマイガー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 、なんで私はさ、こういう一番大事な時にいつも違えるの、なんか色違うと思いながらイベント来たって言ってたんだけど、ヒーロー、わあマジで、え、キーン選手、ちょっと待って、え、頭が追いつかない、なんか上の花火こんな私ヒーロー初だよ、地引きできるか。ちなみにちょっとこれさ、触れていいのか分かんないんだけど、一回ヒーロー確定パック来たじゃないですか、2時に。あれ私引けなくて、ちょっとうわマジかと思ってたんだけど、いやちょっと待ってよ、マジ、あーざます。今ファットビーン見たら23万円でした。あと、いやまさかさ、でもごめん、ちょっとヒーロー来ると思わないじゃん。いやマジで確率どないなっとんねん。で、無課金パワー半端ないな。いやえぐい、マジでえぐい。ずっとこの顔で喋っちゃってたわ。そしてありがとうございます。よし、よっこれワンチャンちょっとこの流れであるか、ラスト。これかのパックはこれでラストなんですけれども、レア選手パック引いていきたいと思います。選手の12人ということで、すべてゴールドレアです。いきますよ、せーの、ドン。マジで全然あるっていうね。全然あるよ。イベントはないけど、LB、いやー、完成。ちょっと待って。やばくないか、え、ガチで言ってる、今日やばいな。この後 TOTW 書く、聞くからね。え、待って、ウォークアウト2人いるんだけど。パレホだけど、ウォークアウト2枚抜きしたんだけど。カンセルやばくない？めちゃくちゃ欲しかったんだよ、ちなみに。ちょっとやばいかもしれん、マジで。ありがとうございます。あ、そしてアセンシオ。スルッと遺跡リストに送っちゃったけど。アセンシオ来てたの。2枚抜きか。そして2人目はパレホなんだね。なんか面白いね。カンセルありがとうございます。ちょっとラストの TOTW、これ、期待していいですか？今までの TOTW 選手が来るんだけど、まあ、サラ、デブライネですよね。あとマルキーニョス、あとはまあハーランドですよね。なんか最近周りの人がね、サラを引き当てていて、ちょっとこれ来てるんじゃないかなと思ってます。彼とかねちょっと引いてたみたいなんで。それではラスト行きたいと思います。 TOTW 来い、せーの、サラ私の元へ来てくれ、お願いだ。ポーランドだ、そうだ、この子ポーランドだ。来すぎ来る
冬か。明日は大寒波かもしれません。これはまあ、パッと見たら3万ぐらいなんですが、半端ないって。はい、ということで、かなり放心状態なんですが、この引きエグすぎやろって思ってくれた人は、よかったら高評価ボタン、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いいたします。それではまた次の神引き動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。